はい、それではメガーヌクラス予備予選から始めていきます。一組目、節也さんからです。よいしょ。はい、今回節也さんは 20g の重量、一さんが 30g、 そうですね、でラスタさんが 5g のウェイトハンデがあります。はい、それではコースオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは節也メガーヌ。重さ測っとく？さあ、半時計回りのメガーヌクラスも今度は設定さんが持っています。人コミュニケーションズならイベントキャンペーンスタッフ、営業のお仕事、オペレーション業務に販売接客のお仕事から観光のお仕事まで職種が充実。自分に合った仕事。本日快速設やメガーヌ 11.761 秒ウェブで登録。人コミュニケーションズ。9.31。はい、それでは行きましょう。ちょっと待ってくださいね。プラクティス終了です。はい、それでは2分間の予備予選スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。最初の8秒96、1周目から8秒台。さあ、2周目9秒05。3周目8秒89。4周目8秒85。8秒76。残りが1分です。さあ、残り40秒です。節也さん6周目に8秒769マークしています。これがトップタイム。
現在10周目です。さあ残り30秒切った。8秒93。さあ残り間もなく10秒。さあ間もなく時間となります。これが最終周マシンを回収してください。8秒769がベスト。続けていきます。イチさんのヒート、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは8秒917がこれまでのベストです。サイチさんは 30g のウェイトを積んでいます。はい、ホンダ OK です。11.07。はい、いいですか。はい、はい。23.16。はい、それでいきましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、計測開始しました。イチさんのベストはこれまで8秒91です。最終目9秒43。9秒09。9秒06。さあとここで時計は1分、残りが1分です。
ハトだ。さあ残り30秒。9秒74。残り10秒。さあこれが最終周になると思います。レース終了です。アイスボールです。マシンを回収してください。さんは9秒065がベストでした。はい、それではラスタさんのヒート構想分。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはメガラスユータ。同じセッティングじゃ走らない。ああ、変えていかないと。変えていかないと沈んじゃう感じ。ああ。リバウンドは勝手に大きくなる。うん。ラッサさん、このクラス半時計回りは9秒413がこれまでのベスト。今日は 5g のウェイトを背負っています。そうなの。ああ、そういうこと。軽くなったり。さあ、5.2。はい、それではモンダーの確認からお願いします。プラクティス終了です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはメガラスユータ。ラッサさんは9秒41がこれまでのベスト。これ64ピッチ、はい、ああ気合が入ってますね。12.04。12.05。やばいな。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。最終目は14秒台。
周目9秒69。さあ30秒経過。9秒9。さあ9秒47。さあ自己ベストまであと100分の5秒。1分経過、残りが1分。9秒6。さあ残りが30秒になります。残り20秒。9秒30。これは自己ベストを更新。まもなく時間となります。これが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。9秒300マークしてます。はい、予選はそれでは2-1でいきます。1組目ラスタさんが、6時35分からスタート。2組目が節也さんと一致さんで行っていきます。予選1回目は6時35分スタートです。
多いとしてますけど、他の車。あ、そう。はい。はい。カシオのこの G ショックって初めて買ったんですよ、うん、でこれ Bluetooth が付いててスマホと連携できるんですよ。ああ、また高機能な。いや、そんな、うん、あれですよね、最悪ですよ。最悪ですからね。あ、再接続できないんですよ。できない。で、一回ペアリングするのも、普通ペアリング一回したんですよ。普通はあります。ペアリング消されちゃうんですよ。なんで消されちゃう。あ、そうなんですか。再接続できる。だなぁ。おかしいと思うんですけど、はい、実はそうなんです。仕様なんだ。そうです。仕様じゃないんだけど、なんかスマホの方のソフトがそいつが運用されられるというのは今改良してます。ああ、改良中なんです。改良したってそれ多分入れ替えてくれないですよね。いや、こっちまで大丈夫だって言ってるんですか。相手を改良する。そうそうそう。スマホのカシオのソフトがある。そうそうそう。ああ、なるほど。笑いますよね。でも、滝のただの時計になっちゃってる。僕も G ショック使ってますけど、はい、そういうの使ってます。Bluetooth 付きは使ったことない。はい、それでは、高速します。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはメガラスユータ。さあ、ラッサさん、メガールクラスの半時計回りは19周の9秒がこれまでのベスト。大丈夫ですか。はい、はい、それでは行きます。よいしょ。プラクティス終了です。それでは、3分間の予選1回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。1周目、10秒07。さあ、2周目は13秒台。3周目9秒83。9秒80。10秒02。9秒76。この週は10秒6。さあ、現在8周目から9周目に入るところ、9秒52ベスト。さあ、ここで折り返しの1分30秒経過したところ、ゴール予想18周6秒近辺。
さあこのヒートのベスト9秒47この日、この週も9秒4で来てる。さあ残り1分です。この週も9秒4で来てる。9秒5。残りが45秒。さあ15周目に入ったところ。残りが40秒。残り20秒。さあここで18周0秒までゴール予想来てるが、残りが間もなく10秒。18周目に入ったところでベスト9秒40。さあ間もなく時間となります。さあ入った19周目、 0.2 秒残していった。レース終了です。はい、です。マシンを回収してください。9秒でゴール。あと自己ベストまで 0.1 秒だった。はい、それでは予選の2組目コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは節谷メガール13。はい、それではポンダーの確認からお願いします。さあ、イチさん、このクラスは20周の4秒がこれまでのベスト。節谷さん、コースレコードを持っています。21周の5秒です。はい、イチさん、ポンダー OK。歴代の記録では、イチさんの記録の前は、ハルキさんですね。20周の2秒という記録が残っています。あと2秒。そしてハルキさんの上がコースレコード、節谷さんの21周の5秒になります。シャーシー側じゃなくて、
あらら。なんで？それでは残念ながら、せつやさん動かないということで、いっさん一人の予選でいきます。プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。せつやメガールスタート。1、3スタート。はい、計測開始しました。最終目9秒43。2周目8秒99。5周目に入って、6周目に入ったところです。5周目9秒08。1分経過、残り2分。9秒00。9秒14。さあ現在のところ、一さん自身が持つ、自己ベストを上回るペースです。さあ1分半経過したところです。ゴール予想20周の3秒なので、現在の自己ベストを1秒ほど上回ってきそう。おっと、さあ今の周転倒があった模様。13周目に入ったところ、今の周12秒3。さあ12周13周目と少しロスがありました。この周戻してます。9秒21。残りが40秒。15周目から16周目に入るところ。残りが20秒。さあ18周目です。19周目に入った。残りが9秒。さあもう1周できるか。13ゴール。残念、ゴールです。19周の0秒でゴール。ちょっと時間置く？いや、多分治ります。あ、本当。何だったの？コネクター。コネクター。ああ、それではまた予選2回目50分からラッサさんスタートします。レース終了です。マシンを回収してください。
変えれば OK。 OK。 はい、それではコースオープンしておきます。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはメガラスユータ。はい、ホンダ OK です。11.36。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。先ほど予選1回目は19周の9秒でゴールしています。現在総合2番手。1周目9秒98。2周目9秒79。9秒86。ああ。さあ、この周15秒台。10秒41。ここで1分。残りが2分。9秒65。この周13秒台。9秒68。ここで折り返しの1分半。ゴール予想17周8秒と出ています。9秒76。9秒67。さあ、ここでベスト9秒54。残りが1分。さあ、ゴール予想もどんどん上がってきています。さあ、ゴール予想18周に伸ばしてきている。残り40秒。残り20秒。さあ、残り10秒切りました。現在17周から18周に入ったところ。ここでベスト9秒49。これが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。18周の5秒でゴール。
はい、それでは予選の2組目コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは13節やメガール。さあ予選1回目はトラブルで走れなかった節やさん、ここからスタート。はい、OK です。はい、1、3ポンド OK。はい、セジャーさんもポンド OK。9.41。はい、それでは9.33。プラクティス終了です。出走順は13節也さんの順です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1、1、3スタート。節也メガールスタート。はい、計測開始しました。最終目1、3、9秒37。セジャさんが9秒08。1、3、9秒23。セジャさん9秒00。1、3、9秒08。さあ現在トップセチアさんです。2番手1さんと 0.5 秒差。さあここでベストはセチアさん8秒90。1分経過、残り2分。さあセチアさんが8秒834。2番手1さんと 1.6 秒差。さあ間もなく折り返しの1分半になるところ。ここでベストは節也さん8秒79。さあ折り返しの1分半を経過しています。トップセチアさんは21周の8秒近辺、コースレコードまであと1秒というところまで来ている。一方1さん途中14秒台があって、合流数は19周6秒となっています。さあ残り50秒。トップの青いマシン、節也さん15周目に入ったところ、1さん現在14から今トップと同一周回11秒差。残り30秒。
さあトップ節也さん少しペース落ちたものの21周ペース守っています。残りが15秒。さあ、いちさんこれ最終周です。せつやさんもう一周できるか。いちさんゴール。さあ、せつやさん最終周。レース終了です。せつやさん、マシンを回収してください。いちさんが19周の4秒でゴール。どこにいるか全然 見えてなかった。危ないところでした。あ、危ないです。あ、踏みそうになったの。本当。どっか全然違うところにいると思って、ね、行ってしまいました。すいませんでした。じゃあ予選3回目は7時10分からスタートします。予選3回目7時10分、組み合わせは同じです。予選3回目7時10分スタートです。はい、どんな状態になってるかな、ICS が。お、ICS のボタンが押せない。ん？どこだ？ここにはいねえな。あ、います？あ、本当だ。起動パンチ、これをストロング、ファースト、起動パンチ、ニュートラルナロー、おー、あ、ジャイロ弱いか。ステアリングジャイロ、10。フットルジャイロが弱いですね。まあ、まあ、人によるんですけど。30ぐらいにしちゃえ。フットルジャイロ、最近60ぐらいですか。へぇ。35ぐらいにまで上げとこうか。バックタイミング、ニュートラルブレーキ。モーター、あれモーター自転数とか、あれ？モーター自転数5枚ですよ。5。ああ、なるほど。コントロールは起動。はい。微妙だな。
おう、キドパンは？キドパン。あ、1位、うん、でこれはまた後で買えるんですよね。もしかしてこれオーバーになったってことですか？ええ、あ、びっくりした。出るんです、ね、あ、びっくりした。それで入るのかと思っちゃった。これで書き込んで、でと、で、TKG なんちゃら、これもあります。ああ、あります。漏洩ですよ。これ、うん、OK、です。これでいいんですか？うん、あ、もうこれ立ち上げた時でいいんですか？うん、はい、ありがとうございます。 OK、OK、これで少しなんか変わるかな。のともすぎボディだ。あ、やばいやばい。
はい、それではコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。はい、コースをオープンします。出走ドライバーはメガラスユータ。10.00。さあ、ラッサさんはまず自己ベストの19周9秒2を更新したいところ。今日は19周9秒3まで来てます。あと 0.1 秒。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。それでは最後の予選スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。1周目9秒97。2周目9秒47。3周目9秒58。9秒53。かなりペースいいです。この周10秒74。9秒54。ここで1分、残りが2分。9秒95。9秒72。さあ、10周目に入ったところで1分半。ゴール予想19周6秒なので、このままいけば自己ベスト更新です。9秒64。9秒73。9秒67。さあ、残りが1分。さらに、ゴール予想上がってきてます。19周5秒と表示されている。このままいけば自己ベスト4秒ほど更新しそう。さあ、残りが40秒。9秒78。残り30秒。9秒64。さあ、残り15秒です。18周目に入ったところ。さあ、19周目入った。これが最終周、何秒で帰ってくるか。レース終了です。マシンを回収してください。5秒で自己ベストを更新。やりましたね。見違えるように。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはセツヤメガール13。一さんは予選1回目で19周0秒が出ていて、これが現在のベスト。
なんとか20周乗っけたいところ。ちなみにさんの自己ベストは20周の4秒です。はい、それではポンダーの確認からお願いします。はい、13ポンダー OK。 18.90。 さあ、瀬手さんは予選2回目で21周8秒が出ています。自身が持つコースレコードまであと3秒、いや 2.5 秒ですね、というところまで来てます。はい、ポンダー両者 OK。 9.35、 26.53。 9.36。9.38。9.16。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。せつやメガアヌスタート。13スタート。はい、計測開始しました。さあ、1周目、せつやさんが9秒07、いちさん9秒32。さあ、2周目、せつやさんが9秒04。さあ、いちさんちょっとタイムロスがあった。この周は10秒9。せつやさん8秒台、8秒93。さあ、いちさん9秒33、タイム戻してきています。さあ、せつやさん8秒83。さあ、いちさん9秒24ベスト。さあ、現在トップせつやさん9周目に入ったところです。それをいちさんがこれで同一周回、その差が 4.8 秒。さあ、折り返しの1分半経過。今回も節也さんは21周ペース。さあ、ここでベスト節也さん8秒80。さあ、1さんは20周乗るか乗らないかのギリギリといった予想です。さあ、ここで一回した、ありがとうございます。さあ、残りが1分です。さあ、ここでベスト1さん9秒03。さあ、1さんは今日のベスト19周0秒までゴール予想を持ってきている。20周乗るか。さあ、一方せつやさんは今日のベスト更新しそうです。21周の7秒近辺なのの予想。残り30秒。
さあトップのマシン19周目、イッチさん18周目。さあイッチさんも合流走20周に乗っけてきた。あーっとここでクラッシュ。さあ間もなく時間となります。セイタさんこれ最終周、イッチさんもこれが最終周。節やめがあるゴールレース終了です。マシンを回収してください。21周の7秒で今日のベスト、イッチさん19周の6秒でゴール。決勝は25分でもいいですか。ロケ、じゃあ30分。じゃあ決勝レースは7時半スタートします。あのラスタさんのフェイスブックがたまにいいねしてる、なんか女の人いるじゃん。え、女の人いいねって。あ、僕がしてるでしょ。そうそうそう。あれは誰なの。あれは芸能人ですよ。芸能人、たぶん芸能人だ。いや、最初奥さんが書くから。あ、マスか。それは、いや、美魔女の人でしょ。美魔女美魔女の芸能人にラスさんいいねしてるんだ。いや有名ですよ、山田佳子さんって。うん、どんなテレビ出てるの。あいつバラエティとかサンマのまんまみたいな、うん、まああの手というか、まあ、サンマのままに出てるかどうかちょっとよくわかんないけど、うん、いやいや、漫画はいつもいいですよ。あ、個人的に好きなのは親戚とかそういう。本日最速1311.406秒。
日最速 139.259 秒。9.27。9.35。本日最速139.098秒。本日最速節やメガール8.940秒。9.13。8.99。9.42。9.10。9.11。8.94。本日最速節やメガール8.899秒。本日最速節やメガール8.799秒。10.98。9.02。9.02。まあ、前回みんな考えてくれたら、取ってみてあるから。ああ、そうですか。本日最速節やメガール8.774秒。8.91。本日最速節やメガール8.736秒。
自己ベストメガラスユータ 12.21 秒。自己ベストメガラスユータ 10.13 秒。自己ベストメガラスユータ 9.91 秒。自己ベストメガラスユータ 9.64 秒。9.68。
械をアルミニウムを削ってだと思います。プレートよりへっこむぐらいにしないと、瞬間接着剤ってプレート貼ったままやってるから、あれがなかなか取れないんですよ。これでも急に柔らかくしてすごい曲がって走れないかもしれないですね。とりあえずいじんだよ。とりあえずいじんだよ。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、それではメガーヌクラスの決勝レースコースオープンします。これどうしたんだ、ストップしてどこ。立ち位置は予選の成績順で決めてください。プラクティススカート、プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは節谷メガーヌ、1番メガラスユータ。はい、ラスタさん、イチさん、オンダー、OK。31.68、23.65。もっとわかるもんね。はい、OK。ありがとうございます。20.45、21.56。はい、オーダーは全車 OK です。さあ、このクラス8分間はコースレコード、セッタさん55周の7秒、イチさんは51周3秒、ラスタさんが49周4秒がこれまでのベスト。 9.60、 23.53。 9.16。 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。はい、それでは今日最後のレース、メガーヌクラスの決勝レース8分間スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、全車スタートしました。さあ、1周目は予選の順に瀬戸谷さん、一さん、ラッサさんと帰ってきている。さあ、2周目瀬戸谷さん少し離したか、8秒80、一さんが9秒28。さあ、瀬戸谷さん8秒78、一さん9秒27。さあ、一さん9秒27。さあ、現在トップ瀬戸谷さんが6周目に入るところ、それを一さんもこれで6周目、その差が 2.3 秒。瀬戸谷さんが今日のトップタイム8秒76をマーク。さあ、再び節也さんがトップタイム更新、8秒62。8秒62はコースレコードです。節也さんコースレコードを出しています。8秒62。ラッサさん10秒03ベスト。さあ、ラッサさん9秒68ベスト。
ラッサさん9秒59ベスト。さあ1分30秒経過したところです。トップは変わらず節也さん1人11周目入ったところ、それを追う市さんが今11周目、 6.8秒差。ラッサさん今9周目、市さんと1周の差がある。トップ節也さんが2番手市さんもラップして1人15周目に入ったところ、市さんが14周目、ラッサさんが10周目走行中。2分経過、残りが6分。2分30秒経過したところです。トップの節也さんがかなりいいペースで18周目に入ったところ、コースレコードも更新できそうなペースです。いや、更新するペースです。さあ節也さん8秒59にコースレコードを更新。さあ1周のコースレコードを更新しています。8秒59にトップ節也さん1人20周目走行中。イチさんが今19周目に入ったところ、ラッサさんがこれで14周目。さあここで3分、残りが5分です。ここで節也さんちょっとミス、この週は10秒台、順位に変動はありませんが、ちょっとしたミス。さあ3分30秒経過。さあ青のマシン節也さん帰ってきます。これで26周目。さあ市さんがこれで25周目。ラッサさんが現在18周目。さあここで折り返しの4分です。トップ節也さんのタイムここで見てみましょう。ゴール予想55周7秒なので、コースレコードとほぼ、あっとボディが取れてしまった。これ靴が今あります、靴があります。さあボディが取れてしまった節也さん、もしかしたら市さんがこれでトップに変わるんじゃないかな。多分変わってますね、ここで。さあこれで市さんがトップに変わっています。さあトップ市さんに変わっています。2番手節也さん、さあ節也さんはまずこれ市さん抜かないと同一周回になりません。さあこれ抜いた、これで同一周回です。およそ 9.4 秒差、トップは1さんです。ここで5分、残りが3分。さあもう1周回って1さんをパスできるのか。ここでベストは1さん、9秒24。さあ1さんがベストを連発、9秒21。さあ5分30秒経過。残りが2分半です。さあこの週ちょっと市さんミスった、11秒台。さあ節也さんが 4.9 秒差。試験前にいます。はい、すいません。さあ時計はここで6分です。トップの市さんが39周目に入ったところ、節也さんが 2.9 秒後ろまで来ている。残りが2分。ラストさんが走れない、もう2人の迫力に。さ
さあ残りが1分半、残り1分半。さあ一さんがこれで42、せつやさんも42、その差 1.1 秒。さあぴったりと後ろについた。おお、さあここでベストは13、9秒21。おお、危ない危ない。さあ残り1分です。残りが1分、2人とも45周目。もうラッサさんは見学モードに入っている。おお、ここまでいった。さあここで再び節也さんトップ。さあ残り45秒。さあここで13ベスト9秒02。さあ残り30秒。さあこれで49周目、ゴール予想51です。残り20秒。50周目入った。さあ残り10秒、これが最終周になるでしょう。ここで8分、節也メガアルゴール、節也さんゴール、1さんゴール、はい、もゴール。はい、ラスタさんもこれでゴールです。レース終了です。マシンを回収してください。はいはいはい、送ったよ。うん、なんで？あ、メール送ってなかったの？いや、今のが送ってるよ。大丈夫、大丈夫。やっぱりね、なんかおかしい。おかしい。おかしい。内側にくるんでたから、これを慣れちゃうっていうか。うんうんうん。あ、来てない？あ、うん、全然間違いなく。矢田部にも送ったし。うん。大丈夫、大丈夫。うんうん。普通のデータ。あはは。そうみたいね。うん。月曜日練習したいからって言ってたから、今日送ったよ。そうそう、うん、お父さんにメールしといて。はい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 、どうも。矢一さん惜しかったですね。もう一瞬欲しかった。再びフェアリング。最初はグー、じゃんけんぽん。おっ、あーと、俺の場合どうした？アイコだ。俺が勝ちよ。勝ち？まず天井を刺さってよ。2個？引退にふさふさした。引退にふさふさ。よし、じゃあ表彰写真撮ります。カメラでしたっけ？カメラ。黄色いやつ持ってるから借りたらいいんじゃない？ああ、完全に黄色でしたね。